リック・ウォレン牧師リチャード・ D ・リック・ウォレンは、アメリカが州国カリフォルニア州にある、キリスト教プロテスタント系バプテスト派サドールバック、教会の創設者、主任牧師である。サドルバック教会はまた1980年に、設立されて、今日に至るまでの教会の歴史は、健康な教会の鍵において書かれている。また、アメリカの南部バプテスト連盟の間でも有名な、 牧師として知られている。2009年1月20日、バラク・オバマのアメリカ合衆国大統領就任式で、開会の祈祷を務めた。ウォレンは、1954年に、カリフォルニアのサンノゼで、ジニーとドット・ウォレンの息子として生まれた。浮谷高校を1971年に卒業し、それから、カリフォルニアバプテスト大学で、文学士・サウスウェスタンバプテスト神学校で、 進学修士を得て、フラン進学大学で、カイ学博士号が与えられた。ボレンは2005年10月31日版の US ニュースワールドレポートで、アメリカのトップ25のリーダーの一人に挙げられた。また、米国で最も影響力のある霊的指導者とも呼ばれる。タイム氏は2004年に影響を与えた15人のリーダーの一人として、ボレンを挙げた。そして、 2005年に世界で影響を与えた100人の一人として彼は選ばれた。ウォレンはエリザベス・ケイと結婚し30年になる。彼らは3人の子供と2人の孫を持つ。息子のマシューは2013年4月に27歳で拳銃自殺した。リックと妻のケイは収入の90%を自分たちの設立した3つの団体に寄付している。 また、教会での多くのミニストリーを通して、多くの人々に仕えて、影響の与える教会となっている。リック・ウォーレン、S ・ O ・ N ・ W ・ H ・ O ・ K ・ I ・ L ・ L ・ E ・ D ・ H ・ I ・ M ・ S ・ E ・ L ・ F ・ H ・ A ・ D ・ U ・ N ・ R ・ E ・ G ・ I ・ S ・ T ・ E ・ R ・ E ・ D ・ G ・ U ・ N ・ N ・ P ・ C ・ N ・ E ・ W ・ S. ト・コム。2013-4-12フロンリック・ウォーレンから、18時56分。 25ジュライ2006アトクより一部翻訳ありがとうございます。